メッシが、あ、オッケー、虹なった。オッケー、うりゃーしめ。ありがとうございます。とですね、今 TikTok ライブで生配信もしてるんですけども、します。スタジオ北中さんからお送りします。そこの綺麗なお姉さんもありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ撮っても大丈夫です。フリー素材です。あの、俺先に言う前に、そこがフリー素材っていうのやめろよ、うん、ちなみに今 TikTok ライブ僕の方でもやってるんですけど、689人見てます。マジで。コントンさんの方も100人ぐらい。こんばんは。あ、こんめちゃめちゃコントンラップしてるってことで。あ、大丈夫です、大丈夫です。で、あの、今回スタジオ北中さんからお送りしてるんですけども、これ外に声聞こえてる？あ、聞こえてる。マジで。ありがとうございます。もうということで、めちゃくちゃあのいい環境で今配信とか撮影とかやってるんだよ。あるか。で、このスタジオ北中さんいろいろやってるんですけど、今回コントンさんの、定期的に毎週、まあ、土曜か日曜あたりでこの1時から3時ぐらいで、うん、配信とか撮影をやってもいいよということなので、うん、そう、今日から本格的に始めます、うん、ということで、ありがとうございます。で、かなりあれなんですよ。本当はこれ利用するのめっちゃ高いんですよ。そう。だけどコントンさんだからいいよってことでかなり調整してもらいました。あんま値段とか言わないですけど、かなりあの助けてもらいました。ありがとうございます。こんな底辺に。はい、本当ですよ。めっちゃチャンスいただきました。ありがとうございます。スタジオ北中さんの、この管理をしている松村さんにゲストにちょっと出てもらおうかな。さあ、ありがとうございます。ゲストイエーイ。はい、松村さんお願いします。こんばんは、こんにちは。本当に今回はありがとうございます。ありがとうございます。本当に本当にマジでもう、なんだろう、なんか感謝したいけどさ、なんかどう表していいのかわからないような感謝る。でもたくさん使っていただければ。そう、それが、はい、ありがとうございます。本当にさ、嬉しい、ね、びっくりするぐらい機材やばいよ。本当なんですよ。グリーンバックさっきやってもらったとか。そう、やってもらったし、あとなんだっけ、マイク。マイクもね、ちゃんと。マイクもさ、こんなんだよ。こんなマイクだよ。見えてこういう。こんなマイクだよ。こういうもうガチや、ガチのさ、マイクでさ、はい、やってるからさ、もう気分はもう声優とかさ、そうだね、ボーカリストとかさ、ミュージシャン。めちゃくちゃ気分良さそうだもんね、コントンさん。ちょっと歌動画みたいなのやっとったんだけど。うん、超楽しかった。ありがとうございます。控えめに行って、はい、控えめに行って、控えめに行って、超楽しかったです。ありがとうございます。マジでもう本当に機材もマジでや、もうガチだから、ガチのやつ使って、ね、ちゃんとまとめておけよ。いや、まあまあ、まあ、松村さん、すいません、はい、北中スタジオはどういうことをやったりとかしてますか？そうですね、さっきお話があったように、まあ、あの、例えば歌いたいなって方向けに、うん、その、ちょっと声を取るようなレコーディング風な、はい、あの撮影の方法だったりとか、うん、まあ、今みたいにライブ配信だったりとかを、うん、まあ、メインでやってるような感じですかね。で、今テレビ番組みたいな感じで、そのトークショーというか、まあ、対談番組みたいなものとかも結構まあ需要があったりするので、まあ、本当に使う方によって、あの、いろんなことを使うことができますので、まあ、ぜひ、あの、相談していただければ、こんな感じで使いたいんだけどとか、なんかセミナーしたいよとか。そうですね、なんかいろんな人いるかもしれないんで、もしスタジオ北中さん利用したいとかあれば連絡いただけますと。はい、じゃあコントンさん割引で。お、はい、マジですか？マジで？え、コントンさん割引しましょう。すげえ、はい、マジでいいんすか？コントンさんのこう、まあ、番組とか、はい、あの、見ていただいた方で、はい、スタジオ使いたいという方がいらっしゃったら、うんうん、まあ、平日の11時から17時まで、はい、1時間無料で。やばいってこれは。やりましょう。そうでした。そうです。1時間ただでさ、はい、やば。そんなことある？やりましょう。めちゃくちゃありがたいですね。はい、コントンさん割引。コントンさんの、じゃあ動画とか見た、配信見た、はい、見たよって言っていただいて、スタジオ使いたいって方がいらっしゃったら、1時間無料、はい、平日の。はい。ちょっと時間は限定してるんですけど、はい。11時から5時の間のどっかで。わ、はい、かりました。すごい。これ YouTube に流れちゃいますけどいいですかね。大丈夫です。ありがとうございます。後悔しません。言って本当に。でもあれですよね。やっぱ広まってくれたらいいですよね。そうですね。はい、ぜひ、あの、いろんな方が、あの、近藤さんと同じことやりたいですとか、うん、まあ、本当に、あの、イベントしてみたいとかいらっしゃったら、うん、もうぜひそれは使っていただきたいなと思うんで。なんか沖縄って本当に特にそうなんだけど、あの、
なんかこういうことやりたいけどこういう環境がないとか、ああいうことしたいけどちょっとできる人がいないとか、この機材がないとかっていうので、本当に、まあ、俺もそうなんだけど、コントンさんとかね、特にもう本当に困ってる人が多いと思う。ここに来れば全部あるんすよここ来ただけでできちゃうんだよ、ね、時間無料ですよ、やばいよ、はい、無料でできます、すげえ見学もいつでも受けたまってますんで、あ、はい、まあ、まずは中見ていただいて、はい、はい、ぜひね、近藤さんみたいなことしたいって方増えてほしいんでよろしくお願いします。頭の中でイメージできるよね、うん、ああそうだね、いろいろもちょっと次来た時はこう、ここにカメラ置いてなんとかこれやってここにやって、うん、ライブ配信でイエーイってやってみたいな、いいか、本当にさ、もう、ちなみに松村さん、近藤さんのこと知ってましたか？すいません、正直知らなかったそう、最初にさ、ちょっとおじさんなんですいません、ちょっと、あ、まあ確かに TikTok やってる層からしたら近藤さんってやっぱ知名度あるんですけど、はい、大人の方とか知らないですよね。そうですね、普通に。でも最近勉強するために始めました。ああ、すげえ。コントンさんきっかけですよ。はい、フォロワー一人しかいないです。コントンさんしかいないです。うえフォローしてんの？コントンさんしかいない。コントンさんちゃんとフォローしないと。あ、ちょっともう後でちょっと再確認してお願いしますわ。びっくりしたよ。一個お願いがあるんですけど、はい、はい、僕らここで毎週ラジオやってるんですよ。はい、はい、まあ県内のコミュニティ FM で聴けるラジオなんですけど、うん、ぜひゲスト出てきた。県内4局のコミュニティ FM で。すごい。俺でいいの？逆に俺でいいの？大丈夫ですか？風評被害とか大丈夫ですか？はい、ちょっと一回も覚悟して、あ、わかりました、頑張ろうかなと思って。特殊なインフルエンサーなんで、ちょっと普通の人とは。はい、やばっ！ぜひちょっとラジオね、お願いしたい。わー、すごい。よかったね。相談させてください。断ります。嘘です。めっちゃウケる。そう。もうぜひ、もうやらせてください。はい、行政のスポンサーついてるやつなんで、ちゃんとしっかりしてってことですね、はい、ちょっと気をつけていただいて、あ、ごめんなさい、脱いだりとかしなければ危ない、あの脱ぐほどの筋肉ないんで大丈夫です。すごいね、ちょっとなんか決まり出してきてるの近藤さん、今年しかも今初めて聞いたんで、そうですね、そうだね、打ち合わせ何もないよ、何もなかった、用意しすぎじゃないですか、すごいな。まあ今回はこの辺で、じゃあちょこちょこ松村さん出てもらうかもしれないですけどそう、困ったら松村さん、困ったらね、困ったら松村さん、できる限り、はい、もう一家に一台松村さんという邪魔ならないように、いえ、とんでもないです、はい、もうぜひたっぷり使ってください。ありがとうございます。この辺でじゃあ YouTube の方は、はい、今回はゲスト松村さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。